小学校5年生算数、角度の問題についてこちらの問題で考えていきます。まずこの亜の大きさを求めよう。一般的な解法ではここを先に求めますね。三角形の角の和は180度なので、180度引く70度プラス50度で、1が挟んでみましょうね。70足す50で120。なので、まあ、100がなくなって80から20を引けばいいね。60度。で、ここが60度と分かって、で、ここで180度なので、この R の角は180度引く60度で120度と分かります。で、今教科書には、R の角度は70度足す50度と同じ大きさになってますってありますね。だったら最初から70度足す50度で、この R の角度を出していいのかという問題になります。これ、中学校だと大事な定理として、その出し方がむしろ進められています。で、小学校の段階でそれやっていいのかっていうところで、特に指導者側の人で、まずこういう基本的な解き方ができるように担保するべきじゃないかなと考える人も多いと思います。で、私はもう、去年からずっと考えてますが、まあ最初から70度足す50度で行っていいだろうという結論です。で、というのは、今、前々回の改定から小学校4年生の算数で、平行を角度で導入してますね。この角度とこの角度が等しければ、この2つの直線は平行。どこまで伸びていっても永遠に、くっつかない。そういうような話になってます。で、それを元にして考えると、ここのところで、まず、実際こういうのを自分でも書いてみて作図してみるといいですよ。まず、この点を通って、この直線と平行な直線を引きましょう。平行な直線、まず赤色のところここに合わせて、元になる線を合わせて、で、青同士を合わせて、で、こちら固定でこうスライドさせていって、ああ、失敗。逆の方が良かったかな。まあいいか。こうやって引けますね。で、ちょっと説明のためにこちらも延長させておきます。で、この線とこの直線が平行です。いいかな。で、そうすると、この50度との同じ大きさのところどうなるか。この形ですね。この辺が平行なので、この大きさとこの大きさ一緒です。なので、この角度の大きさが50度とわかります。まずここが50度。で、次70度と同じ大きさのところも出てきますね。この形で見て、こうなってるので、ここが70度です。ここの角度が70度。で、向かい合う角、同じ大きさになりますね。だからここも70度になって、これで70度。ということは、あの大きさは70度プラス50度で、120度と出せます。で、むしろこちらの方が、なぜ三角形の角の和が180度になるのか。こことここを足したらこの大きさになって、一つの直線上にまとめるのが180度になる。それが元になり得ますよね。だからむしろこっちをやる、こっちで計算するよりもこっちの方が正当かなっていう、と考えてもいいですよね。だから70度とプラス50度で出していいと思います。で、こういうね、この図で何度かやってみるってことは、それはそれで大事なので、それもやってみましょう。で、それを応用させて、で、次の問題、ここで、意を求めなさい。で、まず180から75を引いて、ここの角度を出して、この三角形で考えてもいいですが、それもやっぱ大変だよね。で、考えれば、こちらの脳で、こことここの角度を出すとこれになる。それを使って考えると、30度と意を出したら75度になる。じゃあどうやったらこの意の角度が出せるか。これとこれを足したら75度。そう、75度から30度を引けばいいですね。75度引く30度で45度と出ていきます。まあ、積極的に使っていっていいと思います。